一筋縄じゃいかないんだよ。あ、そうですよね。そういうのありますよ。まあいろいろありましたから。浪川さん、おい、そう森久保さん、はいはい、ありがとうございます。来ちゃいました。あ、まあ、で言われたことしかできないんですか。いいね、いいね、花井くん。逆に、いつ俺売れたなと思った、はい、いつ俺売れたな、人生逃げ切りたい。そう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 、そういうタイプなんですよ。まず褒める。俺、浪川覚えてます。言ってた。言ってました。言ってた。落ち着いてるよ。落ち着いてる。え、花江くんが怒るときってどんなことにイラつくの。変な音するじゃないですか。キーンみたいな無音の音ね。無音の音。おすすめね。なんか最近のおすすめ。最近のおすすめか。え、何の音がないですか。いつ使うのってスイッチありますか。あるよね。これ花江くんしか答えられないよ、こんなテーマトーク。すげえ、お前プロやん。プロフェッショナルやん、ゲーマーの。だからもうそれで、え、面白い。いや、ペットボトルのこういう、はい、さっきもそうだけど、ペットボトルのこういうの剥がすのとか、はい、すげえ下手じゃん。なんで決めつけるんですか。頑張っちゃってるねって思って、半年、1年経ってずっと同じスタンスだったんで、こんな人間がこの世にいるのかって思って結婚した。なるほど、いい話、はい、ありがとうございます。掃除と整頓、整理、整理、整頓、整頓術。整頓術は、僕なんで術つけんの。猫がすごいさ、はい、ツイッターで、はい、SNS でもあげるじゃん、はい、本当は嫌いとかじゃない。そんなわけないでしょ。なるほど。いや、嬉しいですし、あと意外と楽でしょ。楽。楽。なんで好きかっていうと、優しいんだよね。優しいのか。優しいんだよね、なんか。つまみは塩だけ DVD、 今夜も乾杯。